今日はこの福岡国際センターに元ビートルズのポール・マッカートニーさんが観戦に訪れています。日本のツアーの合間を縫ってこの大相撲観戦西方より横綱春間富士土俵入りであります。ありますからね、はい、そうそう長い時間幕内ばっかりというわけにいきませんのでね、決まった時間内での稽古ですからね、いかにこう自分で考えながら数少ないですねバンスをこなしていくかということなんですが、今日は正面の佐々木席に元ビートルズのポール・マッカートニーさんが観戦中、明日福岡でも公演があった佐々木さん、はい、どうぞ。今日はあの各力士帰るときにですね、各記者は必ずやっぱりあのポール・マッカートニーさんについて聞いてるんですね。いや、そうですか、はい、ほとんどの力士はやはり土俵入りの時に確認してましたね、はい、そうですね、土俵入りですとちょうど花道から入ってきてもうその視線の先に、今日はそうですね、ずっとあの玉の親方が解説をしてるんですね、つやげつやげ、そうなんですね、はい、あ、いらっしゃいます、はいはい、もう70過ぎてるんですね。そうですね、見えませんね、お若いですね。いや、親方も65歳、若いでしょ。そんなのないです。その前で、ただ今日はね、豪栄道が敗れる、大関も少し点が入ってなってる、はい、今日は中入りの直前から、まあ、元ビートルズのポール・マッカートニーさんが会場に来て横綱の姿も見ましたし、今弓取り意識をずっと背負っています。弓取りは伊勢ヶ浜部屋の里の富士です。今日が65歳の誕生日です。今場所が、まあ、その今日は最後の場所となる、まあ、場所の白の湯親方に伺いました。ちょっと、冗談騒然としていますが、白の湯さん、この最後の場所同窓席に来ていただきました。改めてここから見る場所の表というのはいかがでしたか。いや、そうですね、まあ、あのいい相撲も展開されましたんでね、このまま選手楽まで、ね、続けて盛り上げてもらいたいですね、はい、あのいくつか放送この取り組みの合間にもお話を伺ってきましたが、今の現役の力士たちまだまだ白鳥さんから見ますと物足り